ヘッドマウントカメラを装着した D クラスに襲いかかる SCP-82。アイテム番号 SCP-82。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル大きめに改装された武装生物収容エリア、14の居住区画のいくつかが SCP-82 の封じ込めに適していると考えられています。一般的な武器は SCP-82 にほとんど効果がありませんが、次のような暗示によって簡単に強力を取り付けることができます。つまり彼はフランス王であり、収容区域は彼の保護を行うための宮殿であるという暗示です。SCP-82 と接触する人員はこの設定に気を使い、従わなくてはなりません。部屋の清掃は D クラス人員のみが行います。SCP-82 の封じ込めにあたる警備員にはクリアランスレベル2が与えられますが、直接 SCP-82 と接触することは控えるように命じられます。説明遺伝子的に通常の人間と変わりがないにもかかわらず、どういうわけか、化学的作用か、ホルモン異常か、癌の影響か、あるいは超自然現象かわかりませんが、SCP-82 は巨人です。身長およそ 2.4 メートル、体重は 310kg を超えており、全体として著しく不釣り合いな身体的特徴を備えています。わずかにとんがりハゲかかった頭部、大きな丸い顎と歯、膨らんだ鼻とくぼんだ黒い目を持ち、強靭な筋肉のためやや体重型です。前腕は危険なほど発達した筋肉に覆われており、71センチメートルもの太さがあります。握り拳の幅はおよそ30センチメートルほどです。足は巨大ではありますが、全体のバランスを考えるとやや小さめ、男性のアメリカンサイズ14程度、です。肌は黒く日焼けしており、長年の封じ込めの結果としておびただしい傷に覆われています。分厚い筋肉に覆われているため X 線検査をすることが難しいものの、無数の弾丸といくつかのナイフのかけら、剣の浜でもが SCP-82 の体内に残っていることが判明しています。SCP-82 は自身を、フェルナンド、と呼び、悠長なフランス語と強くなまった英語を話しますが、言葉を発する際は必ず強く歯を食いしばったまま話します。彼が歯を食いしばるのをやめるのは食事をする時と歌を口ずさむ時だけです。彼は主に自分が楽しむため、ビクトリア王朝時代のものとおぼしき歌から現代的なクラシックまで様々な歌をそらんじます。料理の際または食事の間に歌うことが多いようです。頭髪をすく習慣はないようですが、時たま散髪を行い、もともとは調理用に支給された巨大包丁で髭剃りもします。髭さえも肥大化しており、1本が 1mm の厚さ、シャープペンシルのグラファイトと厚さと外観が似ています。があることは注目に値します。SCP-82 は歯茎から出血するほど強く歯ぎしりをすることがありますが、その理由は不明です。この状態は正常であると考えられています。SCP-82 の態度は友好的で気軽なものです。SCP-82 は長い幽閉の間に大きなワードローブを与えられており、フォーマルな服装からミリタリーファッションやピエロ、果ては女装まで様々な服装を楽しみます。新たな衣装を彼のリクエストに応じて作成します。SCP-82 は礼儀正しく、時にジョークを交えながらディナーを共にしようと誘いをかけてくることがあります。しかしながら、SCP-82 は食人鬼です。招待を受けた人員はそのことを常に留意しなければなりません。彼はしばしば、相手の頭を貪ることで会話を中断させてしまった無礼を誤ります。その間彼は住居を散らかします。SCP-82 の歯は骨を破壊するに十分なほど強靭で、彼自身頭蓋骨を食べることを楽しんでいるように見えます。この行動はほとんどの場合前触れなく発生し、最後に食人に及んだ時期との関係はないようです。SCP-82 はテレビや映画で見た虚構と現実の区別がついていません。時折、SCP-82 はハンニバル、レクターに会いたいという強い願望を示し、また全てのテレビ番組はリアリティ番組の一種であると信じています。SCP-82 は記憶やパズル解読に関しては突出した知性を示しますが、偶話や皮肉、フィクションの概念を理解することができません。ただし SCP-82 は嘘の概念についてはある程度の理解を示します。他人のあからさまな嘘には反応を示し、彼自身の過去について質問された際は嘘を言ってごまかします。これまでの質問によると彼の蘇生は、吸血鬼、ホムンクルス、ビッグバード、アンドレ、ザ・ジャイアント、ナポレオン、オベリスク、アステリックスの助手、
ブライト博士、超人ハルク、アレクサンダー大王、キャプテン、フック、シャーロック、ホームズ、フランケンシュタイン博士、フランケンシュタインの怪物、であるとのことです。これらの虚言について問いただされると彼はこう言い訳します。だって歯を食いしばってる時は嘘しかつけないんだよ。